はい、秀吉です。どうも。今回はですね、今回このコロナでいろいろですね、自粛とか免疫力とか、発熱とかね、いろんな言葉がこうね、まあ、流行りのように自粛自粛といろいろね騒がれて、こうね、テレビにもいろん毎日のようにね、新聞にもネットニュースにも自粛というね字がこう飛び交ってたんですけども、意外と自粛って書けない。字は書けるけど、自粛の粛が意外と書けない。はい。ということでですね、はい。今日はですね、こう自粛とか、ちょっとね、まあ、ついでにこう、まあね、まだね、家でこう自粛、まだ学校が始まってないので、こう皆さんね、家にいる方、まあ、ついでにこうね、字を覚えていただければなと思います。はい。自粛とか免疫力とか発熱とかね。まあまあ、こう書ける人はね、こう書けちゃうんですけど、なかなか意外とね、書けって言われてもね、書けないのが漢字、難しい。漢字難しい。読めても書けない。ということでですね、こう今日はですね、こう自粛をまず書いていきたいと思いますんで、こうね、一緒についでにですね、はい、自粛の粛をちょっとね、ああこの字かと、ああ秀吉書いてたなと、こうね、ちょっとついでに覚えていただければね、嬉しいかなと思います。では書いてみたいと思います。今日もですね、いつもありがとうございます。